さあやっていっております、桜大戦第5話、嬉しい恥ずかし夏休みの第そのパート2でございますね。どうも新しです、前回のパートから引き続きということで、トマトに群がってくるカラスを退治するっていうミニゲームの本編からやっていきます。練習はさっきやった1回のみ。結構むずいぞこれ。何点取りゃ、あ、連鎖がある。えい、まずい、こいつが爆弾今13個。あまり打ち漏らしをしないことが大事かもしれない。あ、おいカラス、これ厳しいって。終わる。これはコーランがカラス、コーランが爆弾を持ってくるのもと思ったけど、カラスにつつかれて止まってたりもするね。1個しか、これはさすがに怒られるでしょう。情けねえ。いやー、ちょっと慣れなかった。もうちょっと練習してよかった。1時間ぐらい練習積んでから入ればよかったわ。まあ1個残しただけでも喜ばれてる。それにしてもコーランがトマトを栽培してたとは知らなかったよ。トマトはね、非常に簡単なのでね、簡単、難易度はそうだな、難易度星2ぐらいなんでね、あの夏が来たらみんなあのプランターでもいいから育ててみたらいいと思う。難易度2ぐらい。ただプチトマ、ミニトマトかな、プチトマトの方がいい。あの初心者には、普通の大きい玉のやつは結構割れたりしたりするから、しなかなかあの確実に収穫できるとは限らない。あんまり数取れなかったりするから、初心者はプチトマトから行った方がいいと思うな。地下格納庫にコーランいるんじゃなかったでしたっけ。とりあえず行ってみる。あれ、おかしいな、話が違う。プールがさ、誰か泳いでたりしないのかって思ったりするけど、誰もいない。脱衣所は、逆に脱衣所は更衣室、しかし更衣室も誰もいない。うわー、地下格納庫、更衣室、倉庫はいないよな、人かな。大体見て回ってる気がするけどな。でん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 、お、後部が、なんだこの音は。え、壁を調べる。え、立ち去るふりをする。気のせいか。この部屋に行こう。誰だ。ん、なんだこれ、立ち去らざるを得ない。うん、気になるね。気にはなるけど、ここにばかり時間は費やせれないし、多分なんもないよね。多分ね。一応事務局で留守を預かるメンバーに一言声をかけていく。ねぎらいのことは。あ、この人たちも夏休みだでしたっけ。噂話を聞く。あ、そんなんあったっけ。あったような気がするな。女子学習院に一般の子女も入れるようになった。へー、あ、すみれさんの母校。うーん、家族じゃない娘は入れない。どんな事態だ。へー、いいことなのかな、どうだろうな。ご縁、試験にご縁。まだ噂を聞く。帝都新聞の社説。さあ、
位の混乱を招く上気調。へえ、それはそういう時代かもね。単位、センチメートルとかミリバールとかそういうあれでしょ。長さの単位、あ、尺とか一寸とか、あ、ヤード、ポンド法。あー、なるほど。うん、そうだね。あ、結局何になったのとか、そういう話は、そういう結論は。どうして夏休みに来ないんだい？夏休み、天竺。椿君一体どこへ？あえて残って椿君と一緒に遊びたい。どんだけ噂あんの？どんだけ噂あんの？どんだけ？どこまで噂あるか引き出せるだけ引き出してみようか。椿の重要任務なんでしょうね。椿君、すごい噂持ってんね。噂持ってんね。焼きつけ、焼け出されて付近の人たちに助けてもらったでしょ。いい役さ、町を守るいい役さ。なんなんこれ、どこまである、どこまである。こんなに話があるだけで時間が、いや、スルメゲーですね。こういうところに作り込みがあるっていうところ、こんなショートストーリー山ほどある。変な、あれなんなの、その噂をちょっと突き詰めたい。倉庫の変な音、噂。甲子園ね。なんかね、来年からは球数制限みたいなのが始まってすんのかね。老害かもしれないけどね、やっぱ弱小校が勝つためには球数なんてこう制限してたら、結局なんかこう戦力に余剰戦力の多いところがさ勝つんじゃねえかって思っちゃってさ。まあ別に、ずっと前ずっとこれ出てたね。戦力の整ってるような高校が勝つだけになっちゃうから、なんか一人だけでこう投げ抜いて勝つってのもなんか、それはそれでまたなんか、あ、ネタ切れ、それはそれでなんかね、失敗はどういうかした、なんか報徳の金村義明みたいな、どこだったか忘れた、ただのだってさ、ピッチャーだけど一人でさ投げ抜いて弱小チームを優勝に導いたみたいな、そういうようなストーリーさ、 なくなっちゃうのかなみたいな、ちょっと寂しい思いするけどね。まあでも肩が大事かな、高校生がそれで燃え尽きてってのは、ちょっとそれもまた良くないのかなと思ったりもするしね。さあどうしよう、1時前じゃなかったでしたっけ。もう終わりだよ、玄関まで行っちゃう。先に上5分遅れで到着しました。なんか言われる、時間通り、いや5分遅れたんだよ。おほう、5分遅れたけど何も言われなかった、よかった。本当に全員揃った。お、キネマトロンじゃん。はい、忘れたらダメでしょ。わざわざ俺の部屋に入って、まったく悪い楓さんですね。電車でしょ、汽車かな。どうやって熱海まで。あ、バス。おお、そうだったっけ、蒸気バス、すっかり忘れてた。バス、夜の社員にもやるじゃありませんこと、任せとけって。さ、バスで行くか。ここで定期本当に大丈夫ですか、おかしいな。楓さんとアダルトに過ごした、アダルトにこうなんか
砂利ガキどもをこう生かせた後、なんかこう静かな程度でゆっくり過ごしたね。砂利ガキがいるじゃないね、アイリスみたいに。帝国歌劇団バラ組参上あれここで登場でしたっけ、バラ組。この人たちは一体初登場か、ここが初登場か、バラ組。帝劇を守ってくれる、その名もバラ組よバラ、この時は知らなかったよ、バラがどういう意味だったのかは。バラ族とかって言ったんだよな、昔は。 BL とかって言葉がない、その異性のさことね。愛と美の秘密部隊、帝国歌劇団バラ組の隊長よ。バラ隊長ですか。こういう人現実にいるんすかね。ちょっとよき彦、先にちゃんとご挨拶なさい。ゆき彦、あらいけない、あたしとしたことがごめんなさいね。あのテンプレオカマキャラ、クレヨンしんちゃんです。ゆきひこ、全然名前が女の子じゃない。ご挨拶まだでしょん。こいつは、あの、はじめまして、大神さん。胸があるぞ、胸が。私、岡菊之丞です。岡菊之丞です。よろしくお願いします。胸があるぞ、多少胸。どう、菊之丞。時代先取りしてる男の子みたいなやつじゃないか。時代、かなり先取りしてるけど。やだ、琴音さん。そんな、あの、うるせえ、さっさと持ち場に戻れ、このガチホモどもが。こいつらはこう見えても陸軍のエリートなんだぜ陸軍じゃねえか。挨拶どうした。大神は海軍なんで、陸軍とちょっと、あ、と自分は大神一郎です。よしよし、素敵に君はもう好きにして。うるせえ、そっちの気はないんでね。海軍少尉殿、その洗練された物押しというこいつだけ浮いてるぞ。ちゃんとホモなのか、こいつは。惚れるわちゃんとホモなのか、ファッションホモ感があるぞ。あのさ、とりあえずカンナ置いていこうぜ。カンナ置いてこいつらに揉ませとこうぜ。ああ揉まれとこそう。揉まれ、こいつらに揉まれる。揉まれる環境に置いておこう。カンナはどういう扱いなの？女男みたいなやつはさ、そのホモからしたらさ、どういう扱いになるの？多少なりともおって思うから。この完全に男っぽい体つき、声、顔しててさ。性別女性っていうのはさ、ホモからって、ホモ的にはどうなの？ゲイというホモ的にはどういう扱いになるの？やっぱ何がついてないからさ、ノーってなるのかな。だったらホモやゲイは何だけで性別というか、その魅力、その人の魅力を判別してることになる。しかしそれはどうかな。この人たちが留守番だなんて、どうなんだろう。どうなんですかね、ホモやゲイの方の考え方が分からない。ほんまに大丈夫かいな。カンナはどうなの？カンナと過ごさせたらこの人たちは惚れるの？惚れないの？なーに心配いらねえよ。え？ちょいと問題はあるが、陸軍の中でも優秀な連中さ。へえ。そういうことで、帝劇と米田中将は私たちバラ組が守ります。どうぞどうぞ。皆さんは夏休みを思いっきり楽しんできてちょうだいね。あ、はい。道中どうかお気をつけてください。A のインパクトあるな。インパクトある。まあホモだから
置いとけれるな、定撃にな。楓さんが心配だってなっちゃうからな。よし、じゃあ今日はここまでするか。一旦セーブっていうか、まあ今日は本当にここまで。なんとなくね、習慣付きついてきたからね、桜大戦をやる習慣がね、このペースと守ってなんとか年末までいけたらいいかなって思いますね。忙しいけどね、年末まで忙しいけど、忙しい中でね、こうやって一つライフワーク、桜大戦をライフワークしてたらいいかな、していけたらいいかなと思います。それじゃあまあ皆さんお疲れ様、今日はもうこれで寝ます。ほなまた。